はいどうもこんにちは、ジェット大介です。今回は LG グラムの提供でお送りいたします。ということで、早速ドーン。こちらが最新版の2019年モデルの LG グラムでございます。LG グラム、ご存知ない方のために言っときますけどもね、以前にもレビューさせていただきましたが、超絶軽いパソコン。しかもね、 ミルキカ準拠のテストクリアしてるというね。これね、マグネシウム合金を採用してるんですよ。このね、画面サイズ的にはですね、4モデル用意されてるんですが、私が今回選んだのね、13.3インチのモデル。すごくね、小さいパソコンに憧れております、今。<laughs> 普段使いがですね、15インチの割と重めのやつ、重量のあるやつをね、毎日肩掛けバッグで背負ってるんでね、肩が痛くなりましてね、えー、ちょうど今ね、色々と見繕ってはいるところなんです えー、他にはですね14インチそれから15.6インチそして解像度がちょっと高い17インチのモデルがね用意されてたりします去年の夏ぐらいまでね13.3インチのパソコン使っておりましたそれで YouTube の動画とかもね編集してましたんでねまあこのぐらいの画面サイズがあればねまあなんなりとできるわけですよそれでいて バッグを選ばないサイズなんですよね。13.3インチとかだとね、小さいバッグでもね、すんなり入るんでね。あー、今日バッグ小さいからパソコン入んねえわとか、そういうことはない。あでもね、LG グラムの場合は17インチでも15.6インチクラスの大きさだそうなんですよ。それはね、前回レビューした製品なんかはね、そうでしたね。一回り小さいぐらいの大きさですよっていうことをお伝えしましたけども、これも、 13.3インチもね、割と小さめだなと思います。もう私ね、さっきから片手で軽々とこうやって持ったりしてますけども、LG グラム。えー、キログラムではありません。LG グラムですからね。えー、どれぐらいの重さかっていうと、この13.3インチのモデルで965グラム。 1kg <laughs> 切っちゃってるのよ。まとめますと、軽い、コンパクト、それから丈夫ということですね。はい、それでね、私はこういうパソコンで何をしたいかっていうとね、最低限まあ、簡単な動画編集ぐらいまではしたいなとは思ってるんですよ。というわけでね、え動画編集ソフトの、あの、 簡単な 4K の動画のシーケンスをここに用意しておりますけどもね。えー、CPU の方がですね、選べます。えー、Core i5、それから Core i7 を選ぶことができます。Core i5 の CPU 選んだ時は、ストレージが 256GB。で、Core i7 を選んだ時は 512GB のストレージになるわけですが、まあ、もちろん増設もできるし、カスタマーセンターで仕様、えー、を変えることもできると。ちゅうわけで、私のところに送られてきた これはですね13.3インチながら最高スペックでありますコア i7 搭載のメモリ 16GB そしてでさっきからね軽くてコンパクトっていう話はしてますけどもコンパクトだとねいろいろ削ったりしてる部分があるんじゃないかと思ったりしますけども、えー、ご安心くださいまずこちらにこれがですねサンダーボルト3です。<laughs> びっくりした。ちょ、ちょっとびっくりした。で、サンダーボルト3の他にもね、HDMI 出力でしょ。で、それから普通の USB 端子ですね。それから、こっちは、USB もう一個ありの、えー、音声ですね。ヘッドホン出力。それから、マイクロ SD カード。で、昨今パソコンはね、指紋認証当たり前になってますけどもね、この電源ボタンのところ、えー、指紋認証のセンサーがついておりました。一瞬ね、 指紋認証どこでするんだどこでするんだって探しまくったのよ。探しまくったんだけど、普通に、あの、電源ボタンのところに、ここにセンサーがついておりました。これ触るだけでね、ピュッとログインできます。前のモデルと比較してね、バッテリーがすごく持つようになったということなんですが、この13.3インチの場合で28時間 <laughs>。 17インチモデルでも22時間を持つということなんですよ。まあ、僕なんかはね、動画とかね、グラフィックとかバリバリいじりたいからね、そんなには持たないとは思うけどもね、えー、おとなしく文章だけ売ってるとかね、えー、ブログだけ書いてるとかね、そういう場合にはね、SNS をやるとかね、メールの返事書いてるとか、それだけだったら結構持つねって思う。まあ、そういうね、バッテリーが持つよっていうこともあるんで、LG さんとしてはこれね、 例えば出張する営業マンが、あの電源アダプターすら持たずにこれカバンに入れて、シュッと一泊ぐらいの、 出張だったらいけるんじゃないかみたいなね、えー。そんなこともね、おすすめしてらっしゃいますし、あのー、子供たちがね、今度2020年からプログラム教育、小学校でなんかね、あるらしいですね、えー。ということでね、まあ軽いからね、軽くて丈夫だっていうことで、えー、子供たちにもいかがですかみたいな感じになってるみたいなんですけども、僕としてはやっぱりね、 僕としてはやっぱりね、そんなのね、写真を撮りに行くときに、こういうちっちゃいやつでね、行きたいわけ。カメラ機材をたくさん持って行きたいわけですよ。そのときに、ちょっとパソコン使いたいなぐらいのときは、やっぱり 1kg 切ってる方がいいなと。で、なおかつですよ。 こういったもので、もうやっぱりね、今やね、タブレットにするかパソコンにするかってせめぎ合いなんだけど、どうしてもまだまだね、いろんなことを、特にアウトプットをするっていうことに関してはパソコンなんですよ。はい、じゃあね、動画編集ソフト立ち上げました。で、これで 4K 動画、テロップ入ってます。で、さらに画像にはちょっと色をいじったりするね、エフェクトが入ってます。色調整のエフェクトが入ってます。だから、 割とね、荷が重いんじゃないかなという感じなんですけども、再生してみましょう。はい。再生始まりました。ちょっとカクカクしてるけど、まあ大丈夫だね。エフェクト入ってるからね。はい、それではね、えー、YouTube 用の 4K 書き出しに設定しまして、これ書き出しボタンをポチンと押します。はい。動画のエンコード中っていうのが始まりましたね。 そして終わりましたよそれじゃあ見てみましょうで、これ再生できるかどうかなんだよねはい再生できておりますはいはいはいスムーズに再生できておりますねえスムーズに再生できております怖い 716GB のメモリーということでね な動画再生しててくれてます通常 1.8GHz なんですがターボブーストで 4.6GHz コア i7 さまさま 16GB メモリーブラボーですよはいということでねしかもこんなにコンパクトで軽いというね LGGram、えー、今年もレビューさせていただきましたよかった LGGrammers レビューキャンペーンというのがございまして、えー、LGGram Z99017 インチモデルですよを約12週間ご使用いただき SNS やブログなどにレビューを投稿していただく LG グラマーズを募集するキャンペーンを実施水島ひろさんも LG グラマーズで LG グラマーズには抽選で10名の方が選ばれ その他20名にアマゾンギフト券1万円分が贈呈される、えー、キャンペーン期間はですね、えー、2019年2月25日月曜日から2019年3月9日いいですか3月9日土曜日の23時59分までのキャンペーンということでね、えー、この動画の概要欄のところをねご覧いただければね、えー、その l g グラマーズのキャンペーンにえー、これ あ、だからパソコン貸してくれるんじゃなくてもパソコンもらえるのこれ？もらえるってこと？へえ、そうですか、えー。キャンペーンの詳細は概要欄にも記載しておきます。